フリーアナウンサーの田中みな実が、4月30日放送のテレビ朝日系バラエティ番組、あざとくて何が悪いの、毎週日曜夜11時55分、この日は深夜0時5分に出演。切ない恋愛体験を明かした、田中みな実、切ない恋愛体験を告白、友達に裏切られたことがあるか、と問いかけられた田中は、小学校の時ですけど、と経験があることを告白。田中は小学校6年生の2学期に日本に帰国し、専攻した際に一目惚れした男の子がいて、卒業式に告白しようと決めており、それを4人組の仲良しグループの友達に相談していたそう。一番男っぽい女の子に一番相談してたの。そしたら彼女と私が好きだった人が付き合った。付き合ってるの、知らないから私が告白しちゃって、好きなんだ、って言ったら、ごめん。〇〇さんの方が好きなんだ、って言われて。と解雇、なんでそうなったかっていうと、田中のことで、二人がよく放課後に会ってたっぽくて。彼女は私に、いろいろと仲を取り持ってあげてるからちょっと待ってて、みたいな感じで言ってたのに会ってた。と切ない体験を振り返った。それに対して南海キャンディーズの山里亮太とエグザイル三代目 J ソウルブラザーズフロムエグザイルトライブの直人が、モンスター南誕生物語ですね。もう私は誰も信じない。こっから闇に落ちていく、エピソード0だ、と反応すると、田中は、本当、と笑っていた。